番安藤朝。ゼッケン2番安藤朝。ゼッケン2番安藤麻1本目5番。安藤選手も高校生の中ではね、すごくこう、スキャルマル選手、そうです、後半高校生の中というか、おとといの GSL でも活躍しました安藤選手。安藤選手も無駄な動きが少ないので、はい、見ていてそこまでこうアグレッシブというか速いっていうふうに見えないですけど、はい、やっぱりこう足元の動きを皆さんにも見てもらいたい、はい、本当にこうズレが少ないし、ヘッディング、ターンを中心のタイミングの速さと、